また出てきました。2年生です。よろしくお願いします。お願いします。今回も1組目に続き石塚選手のペースメーカーです。間1分しかない中で頑張ってくれてます。その後ろ、東大阪大敬愛の川田選手、東大阪大敬愛高校の川田選手も積極的です。さあ、石塚選手の後輩が続いてラスト1周です。この組は前が接戦ですね。接戦ですね。どのような展開になるのか。さあ、東大阪大敬愛高校の先輩後輩対決。400m4 番も速い川内選手です。この後音が、さあ、400m56 秒台の通過です。とても速いです。後輩対決、どっちが勝つか。川田選手が出ました。フィニッシュです選手の
の結果が1分28秒52だったので、正式結果がどのように出るか注目です。の方から川田選手にインタビューをさせていただきたいと思います。もうボードを持ってて先輩がインタビューを先輩が後輩がすごい走りちょっと焦りました。結構盛り上がってきてから体が動かなかったので、ラストいけるかなと思ったんですけど、無理やりでも体を動かしました。先輩の意地ですけど、ラスト 50m600m って種目は、川田選手、400m の得意な選手、両方速い選手、得意種目かなと思うんですけど、練習とかでは走られたりするんですか？全力で走ったりしますか、600m。いつもどれぐらいタイムが来るんですか？じゃあこれからの、まあ、このシーズン、来シーズン楽しみなタイムで僕らも期待しちゃって大丈夫です。はい、頑張ります。ありがとうございます。本当に素晴らしいレース、そしてお二人の中インタビューに答えていただき本当にありがとうございました。改めて川田選手に拍手をお願いします。はい、じゃあちょっとお願いします。